じゃんけん。おう、揺れたぜ。じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん。うん、くてくて。じゃんくん。じゃんくん。かわいいね、じゃんくん。あれ？頭に乗せるんだ。はい、ジャン君、帰る乗りました。ジャン君。ジャン君、世界一カエル君が似合うね。はい、カエル君お似合い。はいです。ジャン君、カエルさんもっと遊んで。終わりかな。終わりなの？ポンちゃんは何して遊ぶ？ポンちゃんはなんかね、紐にね、つながったやつが好きだよ。ここで暴れられるとちょっと大変なことになりそうだけど。そっか、じゃあやめとく？うん。じゃあ、ライオン乗せとこう。ちょっと大きいって。乗らない。よし、乗った。乗った。ポンちゃん。はい。ライオンを子守りするポンちゃんでした。弟を子守りする、おんぶして子守りしている。はい。なんか変な感じがする。あ、ジャンクの仲良く。はい。はい、仲良くね。いいかね。そこにね、カエル君いるのよ。はい、朝がスタートしました。並んでるんですか？ジャン君、ここ少し空いたよ。ポンちゃん開けてくれたんじゃないの？足が出ちゃったよ、ここに。誰か来たね。ジャン君は迎えに行きますが、ポンちゃんは見つめてるだけです。ポンちゃん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 、また物をもらいました。ありがとう。はいはい、開けましょう。はい、ポンちゃんポンちゃん何回やるねーということで開封いたしました。まずこっちの端からね、うん、これはクリスマスグッズ。ああ、これは白クマ。あ、それは白クマさんのマシュマロだね。お、ちょうどいいね、ふにふにで。これは、ろうそくを中に灯すみたいな感じかな。セラミックハウスライトって書いてある。はいはい。ろうそくではなくて、電気でつくんだね。そうかもね。あ、電池を入れるのかな。そうだね。そっか。あ、これを絶縁なんとかを取って、はい、あ、お、ついた。はい。ワンちゃん、素敵。ポンちゃんの方に、うん、サイドが合うともうこっち光っぱなし。そっか。こっちに合わせるとポンちゃん真っ黒。はい。はい、次は、これは木製のなんだっけ、雪だるま。雪だるま。雪だるまです。雪だるまです。可愛いね。うん、お菓子も入って。クリスマスウッドボール、ボールペン。ボールペンって書いてあるよ。これを外すとボールペンが出るのかな。じゃあどうもありがとう。ありがとうございます。クリスマスに飾ります。そしてこれは黒犬のありがとうコーヒーです。で、私にもちゃんと、はい、アールグレイっぽいね。レディーグレイって書いてあるね。あ、レディーグレイね。アールグレイをベースにして。下猫ちゃんなの。私はアールグレイ大好きです。女性向けってこと？うん。はい。そしてマスク。曇り止めノーズパッドって書いてあるよ。ノーズパッド。メガネをする人用の。ああ、なるほど。なんかうち2人ともメガネするからね。これを鼻に入れると鼻が高くなるとかそういうことではないね。え、それすごいけど。これが。なんか靴に入れて待つだけでからり乾燥ですね。靴の乾燥。すごいね。匂いがしなくなったりするってことね。そう、なんか雨の日とかさ、あとちょっと靴が蒸れちゃったとかさ、そういう時用にいいじゃないの。すごい立派なのもあって。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。これ、はい、あ、これに入ってたんだ。じゃあポンちゃんチェックお願いします。寝てる。ポンちゃんね、さっきふみふみしちゃったからね。ね、ポンちゃんもう寝る気満々で。はい。やりましたので。こんな感じでした。どうもありがとうございます。じゃんくん、ポンちゃんくつろいでます。今日は生配信お昼の部、夜の部、お昼の部は猫カフェアスタマニャニャと言いますが、ジャンポン夜の部というのを7時からやりました。2回の生配信中、必ずこのお二人はですね、爆睡します。黒犬パパが、喋り始めるとですね、そして終わるとこうやって、起きてきてくつろぎます。ポンちゃん、ポンちゃん、毛づくろい気持ちいいんかい。はい、じゃんくん、ちょっと目つき悪いけどね。さあ、くつろいで晩ご飯も食べて、あとは寝るだけ。また寝るんかい。あ、どうせね、どっかのタイミングで暴れるんでしょ、きっと。走ったりするんだよね。そうですね。